皆さん、おはこんばんにちは。なんだかオープニングがかっこいいね。今回は日本の政治闘争っていうゲームをやっていきます。日本に実在する政治家が登場する簡単な格闘ゲームです。政治家にはそれぞれの必殺技があります。あの人が解説してる時に被せないでいただけますか？実存する政治家のフルボイス、あらゆる場所でのゲームが可能。ちょっとうるさいわね。選挙活動のモードと格闘オプションがあり、記録の保存、お友達とファーストゲームを楽しむことができます。それではやっていきましょう。日本の多くの政治家にとっては、旧約、欲しがりません、勝つまでは。さて、プレイヤーは我らが誇る、安倍晋三、元総理大臣でいきましょう。最初の対戦相手は東国原元宮崎県知事ですね。ジョイスティックでプレイヤーを動かし、右のボタンで攻撃と防御ができます。必殺技は解散パンチですね。力強く前へ。おのれうわ、いきなり少女を投げてきたぞ。総理、空から少女が。日本を取り戻す。しっかり反撃していこうね。解散パンチ使ってみよう。虚空に向かって必殺技使ってどうするんだよ。なかなか操作になれないな。ボタンが押しにくい。だいぶ東国原さんの HP 削れてきたわね。これで終わりだ。なんとか勝つことができた。やったー。いやー大変だった。まだ初戦なんですよこれ。今なんて。まだ初戦なんですよこれ。ちょっとショックで立ち直れそうにないです。あとよろしく。あ、帰っちゃいましたね。小泉元総理、私が倒しておきましょうか。同じ細田派の先輩後輩のはずなのに、こんなにボコボコ殴っていいんだろうか。優勢改革法か、笑う。よし、あと一発だね。とどめだー。やったね。今この辛さに耐えるように死んでてるんだ。よし、次行きましょう。何か反省したのか。ただいま。うわ、びっくりした。おかえり。やっぱりこの動画は私がいないとダメみたいだね。どう、やっぱり私が必要でしょ。絶妙にうざいから帰っててどうぞ。ところでこの人は社民党の元党首、又市さんですね。唐突な話題転換。あっという間に HP あと少しになりましたね。必殺技はオバマさんからの手紙を投げることみたいですね。とどめだ。何も出てない。お詫びするならお詫びするらしくきちんとしなさい。次は小沢さん、必殺技は政党ロゴを投げることらしい。政党当たり取りと言われただけあって、いろんな政党を投げてきますね。小沢さんも倒せそうだね。おら、おら、やめたげて、もうノックダウンしてるから。非常に悲しい。次は松井大阪市長ですね。あれる言うんやったら答えてみよう。橋本元知事を投げてきます。橋本知事は弁護士出身だからか、非常に弁が立つ方ですね。松井さんもさよなら。どうしよう。タイミング勝てますよ。なぜかピコ太郎を投げてきます。委員長は日本共産党委員長ですね。共産党。と、難なく委員長も倒しました。次は公明党の山口大郎、市議母体の創価学会のロゴを投げてきます。ようやく防御の仕方を習得してきた。防御中は無敵の安倍総理、急に難しくなったな。勝てないや。難しくなってダイジェストに突入です。今までと違って防御と攻撃と必殺技を効果的に組み合わせていかないと勝てません。これじゃ身も蓋もありません。なんとか勝てたね。次は立憲民主党の枝野代表なんですが、これがまた難易度が高い。何度も負けたね。誰かが止めなければならない。枝野さんはなぜかヌード写真集を投げてくるよ。しっかり防御と攻撃を使い分けて攻略したい。今回はなんとか接戦に持ち込めたみたいだね。コツを掴んできました。コツを掴むのが遅いんだよな。嫌だな。さて、選挙活動最終戦は小池百合子東京都知事。皆様方と共に進めてまいりたいと思います。小池さんは緑の電気を投げてくるよ。今度はコツを掴んだので効率的に攻撃ができるようになった。なかなかに大接戦ですね。小池さん、バグで空中浮遊。今のところ我々が優勢だけど、予断は許さない。頑張れ。お互いあと1、2発で KO というところか。残り HP がほとんどゼロだ。さて、先に攻撃できるのはどちらかな。なんとか勝てた。危ねえ。これで選挙活動は全線終了。本当におめでとうございます。旧約、日本を再び偉大なものにしよう。メイクジャパングレートアゲイン。選挙活動が終わると、ファーストコンバットができるようになります。もちろんプレイヤーは安倍晋三さん。相手を選びます。草加ボールを投げる。電車で殴る。少女を投げる。ヌード写真集で殴る。政党ロゴを投げる。マーヤンパイを投げる。橋本氏を投げる。佐藤を投げる。ポストを投げる。ピコ太郎を投げる。緑のペンキを投げる。ガベルで叩く。暴言を罵る。オバマさんの手紙を投げる。放射性物質を投げる。ところどころ、チョークがブラックなんですよね。暴言を罵る。面白そうなのでやってみましょうか。場所も選べます。どんな暴言が飛び出すんだろう。まさかの吹き出し。小池百合子戦を勝ち抜いた私なら
余裕で勝つことができました。あの努力不足でもございます。連帯として興味深いゲームでしたね。それではバイバイ。